こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、こちら見てください。僕がですね、今から爬虫類ショップを作るためにですね、今はもうあれですか、サバンナの店長と言った方がいいんですかね。サバンナの店長じゃないですね、サバンナの一従業員になりました。サバンナのライオン従業員、ライオン担当です。ライオン担当の顔。はい、まあ K&S の、 以前ね、店長として紹介してましたけども、このね、店長、ライオン店長が、買ったお家の一室をね、僕を借りしてショップをね、開いていいよっていうことだったので、まだね、家の方を購入して内装の方がスタートしてないので、今日ね、いろいろと内装準備をしていきたいと思います。でね、内装をやるにあたって、まあ僕一人だとちょっとね、技術的にも知識的にも、ないということで、今回からですね、助っ人を呼びましたので、出てきていただきましょう。どうぞ。こんにちは。はい、はい、ということで、エイクです。エイクさんですね、はい。まあ、以前のベルテックジャパンさんのね、会社の方に訪問させていただく時にもちょっとね、説明させていただいたんですけども、はい、これから内装と、あとイベントだったり出店する時にエイクさんのね、お力も借りてやっていきたいなと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、エイクさん。力になれるかどうか分かりませんけど。ということで、今日が、一応4月の4日ということなんですけど、毎週1回ね、エイクさんの方に来てもらって内装の方やっていきたいんですけども、4月中にはある程度もう完成、内装の部分完成させたいなということで、もうほんとどんどんやっていきたいんですけど、今日はどういったことをやりましょうか、エイクさん。今日は、はい、あまり偉そうなこと言えないんですけど、はい、ここがね、隣の部屋と風景になってるんで、はい、この面と、はいはい、こっちの正面ですね、こっちですよね、こっちの面を、壁をね、作っていきたいと思います。はい、はい、了解です。で、用意したのが、そうですね、今回はこちらのコンパネと、あとはまあそれに伴ってね、使う木の板ですね、はい、柱とか、はい、っていう感じで用意しましたので、今日はじゃあ朝早くからの作業ですけども、こっちとこことね、壁が作れるように、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。指導の方、はい、よろしく。まあ、僕あれですからね、あくまで指導でやるのは大学なんで、機材の使い方すら全然わかんないです。こういうのとか、こういうとかね、はいはい、じゃあお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、じゃあエクさん早速やっていきますけど、まず、はい、作業としては何をやりますか。まずはですね、はい、これ板を張るために、はい、その枠を作りたいと思います。枠をですね、ここに。そうですね。で、はい、こいつを、はい、まあ、こんな感じで端からつけてって、はい、ここに板を張っていく感じですね。これをこう四方に張って、四方に張って、うん、それに板を張っつけていく感じになるんで、なるほど。まずはね、この、木材を、はい、枠を作っていきたいと思います。了解です。頑張りましょう。はい、続いてはですね、こちらの板をこうね、枠組み作ったやつに両面貼ります。両側からね、新しい板を貼ります。まあ、サイズを合わせてね、貼っていく感じでよろしいですかね、エイクさん。 OK です。はい、ということでね、あっち側の
一面はね貼り終わりました。でねこっちを今から貼るんですけど、今ちょっとコンパネがね、切れちゃったもんでまた買い足して、そしたらねこっち側もどんどんね取り組んでいこうかなと思います。いい感じですね、エイクさん。そうです ねいい感じで慣れてきましたね。丸のがちょっと慣れてきました、うん、もうねほぼほぼタイガ君が作業してるからね教えてもらいながらいい感じだと思います。怪我のないように頑張りましょう。はい、はい、はい、こちら側のね壁終わりまして、こっちもですねあちら側から止める分はね終わりましたので、こちらからもう一枚ねこう貼っていきたいと思います。あと少しですね壁が。そうですね、はい、こんな感じだいぶ見えてきましたね。ですね、あと少し頑張りましょう。頑張ろうということでですね、とりあえず1日目のノルマですね、こちら壁をやろうということで始めましたけど、案外ねこうスムーズに進んで、エクさんのねおかげでもう本当にめちゃめちゃスムーズに進んで、今朝から始めましたけど8時集合で始めましたけど、まだね3時ですからね、かなり早く済んだんじゃないかなと思います。またねこれからどんどんね、中の内装の方綺麗にね、していきたいなと思いますので、ぜひそちらの動画もお楽しみに。ということでですね、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。エイクさんのね動画の方では、この作業のまあオフショットだったりっていうのもね撮影してもらいましたので、これからもねよろしくお願いします。オープンに向けて頑張っていきます。よろしくお願いします。頑張ろう。ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。